ZRV がラブ4より優れている点8個をやっていきたいと思います。逆パターンもねもちろんやりますんで、あのラブ4に負けている点ねやっていきたいと思います。じゃあまず優れている点1つ目ですが、リアシートヒーターがあると。まあラブ4では PHEV のみと。まあ毎回言ってるけど、なんでそこトヨタはケチったって毎回思う。でもわからないと、俺にはもう。他のねちょっとメーカーの車とかもありますもんね。まあ言ったらアウトバックとかはもう言うまでもなくね、フォレスターとかレイバックとかもう当然ついてますね。まあスバルだからついてて当然みたいな部分ありますけど、そのクラスになってくると標準装備ですからね。でマツダもついてるでしょ。 CX-5 とか60とかちゃんとついてる。あとはエクストレイル、アウトランダーもある。トヨタの SUV で PHEV 以外でリアシートヒーターついてるのってランクルとかな、あと今度出る250とかね、あとクラウン、あれはちょっとクーペだから、クロスオーバー的なクーペというかセダンだからちょっと違うかもしれないけど、あのクラウンのクロスオーバー RS アドバンストのオプション装着車、あのリアサポートパッケージっていうのをつけるとリアシートヒーターつくんだけど、まあラブ4とかハリアーでもないと。クラウンスポーツとかねない。まあクラスポはねあれスタイリングに振ったんで鉱石をちょっと犠牲にしてるのは、まああれはいいとしても、エステートもつかなそうなんですよ。リアシートヒーターすらつかないっていう。ちょっとだからね、この辺は、うん、こっちの方がいいかなって思っちゃう。ZR-V とかエクストレイルとかの方がね。なんでトヨタって、ラブ4に限らず、このリアシートヒーターをガソリン車とか普通のハイブリッドで外すんですかね。絶対ケチってるよ。じゃあ優れてる点2つ目ですが、内装ですね。まあ両方アンビエントライトとかはあるけども、やっぱラブ4とか、まあこのグレードとかは割といいけど、まあ内装がもうちょっとなんかちょっと気になるところがあると。まあピアノブラナビがツヤツヤとかピアノブラックが多いとかっていうのもあるけど、まあ一番はやっぱこのステアリングですよね。このまあ言ったらカローラと共用しちゃってて、カローラに合わせて作ったステアリングなもんだから、まあ言ったら乳首とかね散々言われてますけど、ちょっとしょぼいっていうか、やぼったいねっていう。まああとはね、なんちゃってオルガンペダルとかいうあの偽物のねオルガンペダルですよ。ラブ4とか特に雪国で使う人も多いだろうから、吊り下げにした方が理にかなってるし、なんかなんちゃってオルガンペダルにする理由があんま分かんないっていうか、キックダウンスイッチもないから、だからその辺とかはちょっと余計なもの入れないでほしいっていうところで、まあマツダのねちゃんとオルガンペダルになってたりとか、最近ではプリウスでもねオルガンペダルになってますしね、アルファードとかもあの本物のねオルガンペダル、なんちゃってじゃない、あの偽物じゃない、ちゃんと本物のねオルガンペダルになってるんでね、うん、僕なんちゃってオルガンペダルあんま好きじゃないんですよ。なんかそこにお金かけるんだったら別のとこにちょっとお金かけてほしいっていう。まあいいスピーカー、あそうそうそう、書き忘れたのが1個あって、多分これ書いてないはず、あの坊主があるっていうところも確か、あ書いてんのかな、まあいいや、うん、まあなんちゃってオルガンペダルとかちょっとそういうのにお金使うんだったら JBL のスピーカー入れてよって。海外であんのかな、多分ヤリクロとかあるから多分海外にあると思うんですけど、国内仕様ではいろいろ装備が省かれてるんでね。まああとは普通にやっぱ邪魔っていうところで、あのダミーマフラーも僕嫌なんですよ。あのなんか子供が触っても熱くないとか、あのちょっとした物置としてスマホを奥に使えるのはいいんだけど、まあ勢いよく指突っ込んだら、あのまあ突き指しちゃうとかね、僕ツイッターでつぶやいたらそういう返信来たんですけど、あとあのうまい棒を勢いよく突っ込んだら、あのボロッボロになって、あの涙目案件みたいなね、真実のうまい棒でね、ちょっと勢い余ってガーって突っ込んだらもうボロボロになるから、うまい棒ほんとね、あのダミーマフラーとなんちゃってオルガンはダメ絶対ですよ、そうやって消費者騙すのは。うん、なんか悲しくなるっていうかね、なんかそこにかけるコストがあるんだったら、あのルームランプとかちゃんと LED にしてくださいよっていうところよ、俺の意見としてはね。うん、まあ、その辺はね、絶対あればちゃんと吊り下げ式になってるし、アルミのペダルになってて、パドルシフトもね、アルミになってて、こういうワンポイントあるのは、やっぱいいですよね。まあ、黒一辺倒とか、ちょっと暗めの内装だと、そういうワンポイント入れるとか、あと分かりやすい質感の高さってとこでは、ファブリックをドアの打ちっぱりのとこに貼るとかっていうのは結構重要だと思うんで、まあ、その辺はやっぱトヨタより、マテリアルの使い方はうまいかなって。それでいて、ピアノブラック少ないんで、まあ爪がよく長くなってネイルできるじゃんぐらいまで長くなる僕にもね優しい設計になってますからね。
じゃあ優れてる点3つ目ですが、オートホールドにメモリー機能がある。まあこれは細かいところだけど、まあ、最近の日産とかホンダの車ではちゃんとオートホールドがメモリ式になってるということで、あの納車の時にねポチッと一回押しとけばね、まあ生きてるその車に乗ってるうちはね一生押さなくていいっていう、あの親切設計ですよ。まあトヨタとかは物理ボタンで用意されてるだけにさ、あとマツダとかレクサスとかね、あ一番ひどいのはスバルで、あのタッチパネルからポチッと押したりとかメニュー呼び出してオートビークルホールドで地図に戻ってくるってあの3アクション必要なね、あのスバル発車の儀式って呼んでますけど、メモリーするなりタッチパネルに入れるんだったらメモリー機能をつけるとか、あとボイスコントロールとかでね、ヘイスバル AVH オンにしてとか、あとエアコンの操作とかもはできるみたいですけど、 X モードとか操作できないんでヘイスバルでいろいろ各種操作ができるようにするっていうのが必要なんじゃないかなっていうのをね、まあ、ちゃんと代替手段として言ってますからね、うん、まあ、トヨタももうそろそろやっぱオートホールドにメモリー機能がつくと嬉しいなと。まあ、言うたらレクサス LS とかね、2000万のレクサスでもね、オートホールドメモリされないのに、言うたらデリカミニとかね、メモリー機能ついてますからね、300万以下の軽自動車のデリカミニですら。まあ、この辺はね、やっぱ、個人的にはあった方がいい装備として、まあ、オートホールドのメモリー機能はね、上げております。じゃあ、優れてる点4つ目ですが、メーターのデザインですね。ちょっとトヨタのメーター寂しいっていうか、質素っていうか、なんていうか、毎回言ってるけどね、デザインセンスがないですね、うん、トヨタのメーターは。まあ、ちょっとね、ブレーキインジゲーターがここに線だけ出るっていうのとかさ、寂しいよ、そういうの。自社アイコンのブレーキが光るようになってんすよ、ホンダの車とかは。最近のね、このホンダの新しいメーターが入ってる車、なぜかオデッセイにはつかなかったんですけど、あのステッパーゴン、シビックともども、ちゃんとブレーキインジゲーターがのパッパパッパ光るようになってるとか、あと日産のね、あのアドバンストドライバーアシストディスプレイっていう、まあオーラとかエクストレイルとかステレナとかアリアとか Z で採用されてるやつもちゃんと自社アイコンが光るようになってます。確か Z あったかな、ブレーキインジゲーター。もしかしたらなかったかもしれないけど、まあ、セレナはただね、あのガソリン車にはブレーキインジゲーターの機能ないんであれですけど、 e パワーのモデルとかね、ちゃんとブレーキインジゲーターついてます。でスバルのね、デジタルコックピットとかだと、こっち側にね、あの情報割り当てて、あのアウトバックの後ろが光ってるみたいなのが出るんで、まあ、この辺のね、やっぱ情報のデザインとかは、やっぱデザインと情報量を両立してほしいなっていうところで、まあ、言うたらデザインだけ言ったら、もしかしたらあのレクサスのあの8インチとか7インチとかのメーターの方がいいかもしれないっていう、なんならね。ってことで、まあ4つ目はメーターのデザインが ZR-V の方がかっちょいいと。じゃあ優れてる点5つ目ですが、アダプティブ LED ヘッドライトがついてると。まあ、でも、ホンダの車も採用率悪いからな。オデッセイとかつかなかったっすもんね。ステップと、だって、シビックとぐらいでしょ？ ZR-V 以外である車って言ったら。なんで採用しないんですかね？オートマチックアビームのみで。ステップもしかもプレミアムラインじゃないとつけれないということで、エアでつけれないからっつって、あの、商売ベタだとか言って、いろいろちょっと物議を醸しましたけど、あのステップワゴン、ここがあかんみたいな、ステップワゴン救いたいみたいな動画で、ここがあかん4つとかだったかな、でいい点と悪い点を忖度なく提言させてくださいって動画で、確か CX6 っていう第1弾で第2弾がステップだったんですよ、うちのチャンネルでは。あのメーカーさんちょっと悪いけどこれだけは提言させてくださいみたいなシリーズで、エアーの装備を簡素化してるから売れないんだ、ノア僕に負けてるんだみたいな話をして、まあ、あと運転支援がしょぼいとかっていう話をした時に、まあ、言いましたけど、なんでなんていう、もうあの、なんそれっていうザジー状態なわけですよ、本当に。なんで、まあ、トヨタもね、それで言うと、アダプティブ LED ヘッドライト採用率悪くて、てか、ヤリスクロスにあんのになんでラブ4にないっていう、もう、なんそれってザジー状態ですよ、本当に。もう、ザジーがなんそれって出てきますよ、本当に。言うたら350万ぐらいのヤリスクロスのハイブリッド Z にはつけれて、まあ、500万弱ぐらいのラブ4のハイブリッドにはつけれないっていうのは、ちょっとこれは、お粗末やあらせんかというところで、まあアダプティブ LED ヘッドライトがね、あるっていうのは優れている点5つ目ですね。で優れている点6つ目ですが、寒冷地仕様が標準装備と。まあこれは細かいけどでかいポイントとして、まあやっぱね、僕寒冷地つけます、絶対。あの、寒冷地つけます。うん。だって、足回りの防サビとかもつくんで、海行くときとかも大事ですよ。これ、あるかないかっつったら。うん、まああとね、やっぱそんなに高いオプションじゃないし、必要な人はいるから、もうだったら標準装備にして、あの生産効率上げた方が絶対いいと思う。
バッテリーが強くなるとかね、いろいろメリットありますから。ということで優れてる点6つ目は寒冷地仕様標準装備。じゃあ優れてる点7つ目ですが、ナビの情報量ですね。あ、出てなかった。やっぱ坊主があるっていうのがね、忘れてましたけど、そう、坊主があるっていうのも ZRV の方がいい点ですね。海外仕様にはもしかしたら JBL のスピーカーがなんだっけ、あのラブ4にもあるかもしれない。まあ言ったらこので、まあナビの情報量にしてはに関してはもうこの割り込み表示で到着予想時間を隠すなんていうポンチなこともなければ、ここ上の方にね、あのオーディオの情報とかも出せますからね。でカープレイ中もここのショートカットが消えてみたいなこともないし、まあそもそもねボタンですからショートカットなくて、物理ボタンが用意されてるんで、例えばオッドキャストなんかでね、あのアマゾンプライムでスパイファミリーなんか見てた時にまあ戻るときにね、ちゃんと現在地ボタンが出てて、そこを押せばちゃんと地図にすぐ戻ってきてこの画面になると。でトヨタのナビのひどいところで言うと、もう一個言うとね、あのオーディオの選択画面でショートカットが消えてバツ印が遠いとか、エネルギーフローがディアゴスティーニ的なね、あれでいつになったらあれもね、なんかラブ4が完成するんだとかね、分割表示ができないとか、オーディオの情報が表示できないとかあるけど、まあ最初の頃はね困ったのがね、この高速のインターとかの予想通過時間がね表示されないっていうところで、統合パーキング何分後に着きますよって出ないんですよ。で、よくね、距離だけ出てるから時間計算しろとかいうドアホいますけど、いや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 、距離が出ててもさ、渋滞してたら計算できないでしょっていう。渋滞の時間を計算できるってあなた天才ですねって話よ。で、まあ当然この ZRV のナビとかだと出ると45分とかね、蓮田まで45分で出てますしね。うん、まあ、この辺のナビの UI に関してはもうポンコツとしか言いようがないかなっていう。あとは、あ、そう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 、あとなんか割り込み音声あるじゃないですか。休憩しませんかみたいな、思いやり音声みたいなやつで、あのナビがフリーズするっていうあのワンソクさん、なんかクラウンで旅行行ってた時も、いつもナビスピード注意立ち上げたらナビがフリーズして地図画面に戻ってこれなくなって、もうなんなん藤井風とか言ってたんですよ。でこの前もベルファイアの動画で、あのエネルギーフローからあの戻ろうとしたらナビが壊れましたね。もうなんなん、もう藤井風状態ですよ。もうそれはなんなんとか言ってたけど、もうマジでね、この新しいトヨタのナビはもうポンコツとしか言いようがないとか思いきや、実はホンダも別の意味でポンコツだったんで、まあ、それはねちょっとラブ4が逆に優れてる点であげますけど、ナビは一番日産がいいのかもしんない。日産とか三菱のコネクトがね、あのまず、まあ、スバルのナビ、あれはナビとしてはいいんだけど、あの操作がタッチパネルの中に集約されてて、ナビのボタンとかも全部あの中に入っちゃってるというので使いにくいと。で、あといつも言ってるスバル発車のギッツって、オートビークルホールドをね、メニュー呼び出して AVH オンにして地図に戻ってくるって、あの3アクション必要になってて、あれもショートカットが出たからワンボタンでいけるようになったとはいえ、言えよ。だってね、メモリーとかした方が絶対いいし、タッチパネルに走行に関わるスイッチ入れるの、ちょっとゼロ時安全を歌うスバルにしてはお粗末だろっていうところで、まあいろいろね、あれ言ってますよね。僕、あと X モードがあの中マルチファンクションディスプレイに埋め込まれちゃってて、いや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 、物理ボタンで用意してくれよって話なわけで、まああれはね、まあナビとしての機能は問題ないけど、いろいろ各種操作系に問題がありっていうので、ボイスコマンド「ヘイスバル」を実装しろとかね、散々言ってると。でマツダのナビは今度何が不満って、あのタッチパネルにパネルになってないというので、まあくるくるコマンダーだけしかないんですよ。ちょっとこれはねえ、押し付けがましすぎるよ。ユーザーに選択の余地を与えてほしいっていうのを言ってるわけで、よくね、カープレイもどっかに腰掛けてできるからカローラよりいいとか言う人いますけど、タッチとくるくるコマンダー両方あれば問題ないわけですよ。で、なんでタッチできないのか不満かっていうと、まあ、まず文字入力の時にカタ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 、なんか赤沙汰なを選び、なんか母音を選びみたいな、 UA を選びみたいなやって、横浜ランドマークタワーみたいな長い施設名称のところとかね、打つときにちょっとめんどくさいって。まあ、博多駅ぐらいなら、割とね、は入れて、か入れて、た入れて、えーきーだから、割とそんなめんどくさくないけど、例えばね、どこがいいかな。西鉄福岡天神駅とかって入れるのとかちょっとめんどくさいと思うし、あと、なんか福岡ペイペイドームなんて入れた暁にはもうめんどくさいわけですよ。だってペイペイって打つのに、
ペイっていいって、ペイっていいってってやんなきゃいけないとか、非常にめんどくさいでしょ。で、東京ディズニーランドとかね、あと、東京ディズニーランドって打つのもめんどくさいでしょ。まあ僕ディズニー行かないからいいけど、あと成田空港も割と比較的めんどくさい部類に入ると。だから博多駅とか楽だったらいいけど、まあ、成田空港とかね、ペイペイドームとか目的地に設定するときに結構めんどくさいっていうので、だったらボイスコマンドでできるようにすればいいのに、ボイスコマンドもポンコツだったりとか、まあ、アーツタッチできないことによる弊害で言うと、やっぱ、オットキャストが実質使えないと。まあ、スバルと違って、さしてね、動作して AI ボックス起動できて、なんか、画面は出るけど、まあ、くるくるコマンダーで操作するとか、リモコンが必要とか、明らかスマートじゃないと。まあ、で、ホンダはね、ちょっと今度言うと。で、トヨタはね、この表示がポンコツって、もう話にならんっていう話で、で、日産三菱とかは、まあ、オットキャストとの相性もいいし、オーディオの選択画面でショートカットが消えて、バツ印が遠いなんていうポンチなこともなければ、高速の通過時間も表示されるし、割り込み表示で到着予想時間を隠すなんていうポンチなこともないし、情報をね、いろいろ、ウィジェットみたいな表示もできるようになってると、セレナとかエクストレイルのナビだけですけどね、オーラとかアウトランダーできないけど。っていうところで、やっぱ、ナビの性能だけ言うと、まあ、日産三菱。まあ、自転、スバルかなっていう。ナビとしての機能は問題ない。操作がちょっと若干っていうところで。操作性に難ありっていうところで、自転スバル。で、その次が、って感じですね。ってことで。まあ、優れてる点7つ目。一応、ナビの情報量が多いと。じゃあ、優れてる点8個目。最後です。これ、実は燃費が良かったということで、21点何とかだったんですよ。ラブ4の4駆より ZR-V の4駆の方がいい。まあ、もっと言うとハリアーの4駆より ZR-V の4駆の方がいいということで、まあ、トヨタって燃費がいいけど、実は4駆だったら ZR-V の方が燃費が良かったということで、ご視聴ありがとうございました。